リオナリとハラミットラジオの仕掛け人、はい、こんにちは。こんにちは、ハラミットです。リオナリです。始まりました。始まりました。リオナリとハラミットラジオの仕掛け人、ラジオの仕掛け人、34回ですか。4回です。前回33回、随分やりましたな。いや、見ましたね。いや、もうどうした急に。最終回か。言えてないね。最終回が言えてない。最終回か。最終回っぽい入りだね。最近さ、滑舌がひどくて、今最終回って言えなかったじゃないですか。滑舌今若干言えてなかった。滑舌が、なんか、急にやばくなってきて。いやいや、前から。いや、あのね、変わってない。やばいなって思ってるのが、はい、リオナリって言えないんですよね。いやね、あのね、でもリオナリってむずいっすよ。むずい？リオナリむずいっすよ。リオナリが言いにくいよ。リオナリは、そう、あの今俺アップバンク TV で、あのコトダマの動画上げ出した、上げ出した、一人でやってるじゃないですか。で、まあ珍しく一人撮ってるわけですよ、アップバンクの動画で撮ったら、で、皆さんこんにちはってやるじゃない。皆さんこんにちは、リオナリですって。リオナリだけでね、3回ぐらい撮り直してるマジで。なんか聞こえ、これわかんねえなみたいな感じで、ちょっとさ、言葉のゲームだっつってんの。言葉のゲームだっつってんの。言葉のゲームなのに。言葉のゲーム言えないんですよね。あの、はいはいはい、まあ、新しくさ、言葉も始めたよっていうので、新しくその、知ってね、はい、見に来てくれる人もいるわけですよ。そうですね。そういう人たちにね。そうそうそう。知らないから、俺たち。言葉マンから入る人がね。そうそうそう。いるからね。そう、だからね、ちゃんと言おうと思うんだけど、はい、噛んじゃうんですよ。なんて言ったんですか？なんですか？え？リオナリになっちゃう。いや、皆さんこっちはリオナリです。あー。リーナリにね、なっちゃう。皆さんこっちはリオナリです。いや確かに赤ちゃんとか言えないと思いますよ、リオナリって。そうだよね。で、自分のことも言えないんじゃないですか、リオナリって。いや、言わなくていいよ。なんでだよ。なんでだよ。誇りに思えよ。芸名出す。誇りだろ、誇りじゃん。いや、誇りだけど芸名出すさ。いいじゃん。だってさ、子供、だゴージャスさんだって娘にゴージャスって言わせないだろ。いや、言わせてるでしょ。いやいや、知らないって言ってたよ。え、そう。ゴージャスだっていうことを。隠してるって言ってたよ。なんだっつってんすか。え、なんだっつってんすか。いや、なんかわかんない。サラリーマンとかじゃない。嘘だ。いや、あなた、もちろんあるでしょ？あなたは、言うでしょ？リオナリだよって。まあ、それは、そりゃね、うん、両親こういう仕事してるんだよとは伝えますよ。いずれかのタイミングですよ。いずれかのタイミング。まあ、そうですよね。まあ、最初わかんないでしょ、だって。最初わかんないけど、でも、いずれ知っていくわけじゃないですか。うん、そうだね。まあ、でも、ボーイはいいのか。ボーイとサキさんは別に恥ずかしいことやってないからいいのか。恥ずかしいことやってないですよ、別に。なんか、まあ、芸人さんだと、なんか恥ずかしいことやってる人いるじゃないですか。うん、なんか裸でやってたりとか、彼らはもちろん誇りを持ってやってるし、はいはい、かっこいいですけど、はい、例えばこうちっちゃい子からすると、なんかお父さんやめてみたいなね、あ、まあね、ゲイとかする人いるじゃないですか。はいはいはい。ね。あるね。だそうなると、なんかどうすんだろうみたいな。でもボーイはいいのか。全然大丈夫ですね。全然大丈夫ですね。問題ないですよ。むしろね、全然ね。うん、いや、どうすんの、リオナリ言えなくてどうすんの、自分が。やばいっすよ。いや、なんかね、滑舌本当に、で、なんすかね。変化、ここ最近なんですよ、言いなくなったの。自分の中ではあるんですね。あるんです、あるんです。我々の中ではずっと抵抗飛行して。村井さんとしげさんと俺の中で。全然違う、全然違う。もう今、スーッとスレスレ飛んでます。全然違う、全然。海面スレスレ飛んでますから。もう全然違う。全然、ジャンルが違うから。ジャンルが違う。ウォーキングデッドの中、シーズン1とシーズン10ぐらい違うから。いや。もう全然違う、別物でしょ。別物だけど。それぐらい違う、俺の。ゾンビの殺し方とかもね。そう、別物だけど。違う。最近はね、俺、あれなんですよ。多分ね、痩せたからかな。いや。急激に。痩せたからかなも、だから言わない方がいいです。急激にも言わない方がいいですよ。急激に痩せたからか。視聴者から嘘つけるようになりって言われるから。3キロ落ちたんだよ、俺。いや。マジで。マジで？うん。それでも、視聴者からすると分かんない。この3週間で。この3週間で。うん。毎日歩いてんだ、だって。毎日歩いてんのは、らしいですね。うん。今も、ウォーキングしてるんですよ。昨日も、おとといも。うん、マジで毎日歩いてる。歩いてるんだよ。そう。歩くのいいでしょ？歩くのいいね。ラジオ聞いてますか？ラジオ聞きながらとか音楽聞きながらとか。ラジオ聞きながら歩くの最高ですよね。めっちゃいい。めっちゃいいんですよ。いやいやしょ。あ、わかる。めっちゃいい。マスクしてます、ちゃんと。いや、別にそここだわるっすよね。通り過ぎた人からさ、あいつ、夜遅いな、夜遅い中さ、いいじゃん。やべえ、あいつみたいな。いやいや、しちゃったっていいじゃん。いやいや。ドラゴンボールのさ、クーラーのシャツ着てるやつが。いや、いいじゃん、それはいいじゃん。ニヤニヤしながら歩いてくるって。いいじゃん、別にニヤニヤしながら歩いたって。怖いでしょ。なんか、たまに、昔ね、
自転車乗りながら爆笑してる変なやついたんですよ、うん、昔一人で。あ、はいはい、まあ今から思うとね、自転車しながらあのイヤホンしちゃいけないんですけど、うん、そいつは自転車漕ぎながらしかも疾走してたんですよ。めっちゃ全速でバーッ漕いで爆笑してたんですよ、そいつは。うん、まあ多分ラジオとか聞いてたんだろうな。そうだろうね、今からすると、うん、ね。で俺も笑っちゃうもん、ラジオ聞いてると。ラジオ聞いてたか、うん、なんだろう、自分の YouTube かな、うん、聞いてた。大好きじゃねえか自分のことすげえな、自分のこと大好き。当時 YouTube ねえよいやそうね、ラジオ、うん、だ俺はラジオ聞きながらは走れないんですよ。あ、笑っちゃうから。笑っちゃうね。そうで、歩くのがちょうどいいですね。歩くのがちょうどいいです。めちゃくちゃいいです。だからいい感じです。で3キロ痩せて、うん、あのちゃんと、うん、ラーメンとか食べながら3キロ落ちた。ちゃんとなのかどうか分かんない。いや、これ大事、これ大事。ちゃんとかどうか分かんないよ。今までって、うん、食事制限しまくって、うんうん、痩せ、それ運動せずに痩せるみたいな。ちゃんとって言うんですよ。そうそう。で、それで、うん、ストレスで、うん、最終的にめっちゃ食っちゃうみたいな。リバウンドね。で、それでリバウンド。だから、はい、リバウンドしないように、普通に、うん、食べたいものを食べてる。食べてる。うん、そう。ただ、食べる時間を気にしてると。あと、週何回食べてるかを気にしてるって、それだけ。うん。で、ちゃんと歩いてると。そうそう。で、夜は、サラダボール。はいはい。温野菜を食べてる。いいですね。いや、ウォーキングがめちゃめちゃ効いてるんだと思う。そうかもしれない。いや、そうだよ。めっちゃ、だって、ボーイだって今まで運動してないんだからさ。うん、そういう人が急にしだしたら、それはもう一気にやってる。筋肉痛しなくなったな、筋肉痛してたんですか。最初してましたよ。ウォーキングで。もう45分くらいで。ごめんなさい。50分で。ね、どんくらいだろう。ヘラヘラしちゃって俺。1時間。はい。もうちょいか。そんぐらいだから、うん、きついっすよ。最初はそうか。きついっすよ、ウォーキング。で、3キロ急に痩せたから、滑舌が悪くなったと。うん。種類が違うわけでしょ。今までの滑舌の悪さと今の滑舌の悪さ種類が違う。違う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 。どう違う、説明違う。いや、なんか前の滑舌の悪さは詰まるというか、ダッ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 みたいな。はいはい、うん、でも今はもうナチュラルにこう言えないみたいな。ダメじゃねえ。リオナリだから。ダメじゃねえ。リーナリとかになっちゃうみたいな。どう違う、なんだろう。普通だって太ると滑舌悪くなるって言うじゃないですか。うん。だから痩せたことによって口の中のこう肉がなくなるじゃないですか。今まで慣れてたものが一気になくなる感じじゃないですか。うん。そりゃ戦いづらいですよ。いや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 、本当に。戦いや。ヒルトップから、だから壁がなくなって。ウォーキングエントで例えてくるけど、わかんない人いるから。壁がなくなった状態でゾンビと戦うからって。壁がある状態でゾンビと戦う。全然違うでしょ。壁と捉えてるのね。そうそう、だから、頬の肉を壁が。頬の肉を。今壁がなくなって。いいものと捉えてる。そうそう、なくなった状態でゾンビと戦ってますから。戦ってるのね。だからもう何人か、だから噛まれますよ。噛まれますね。だから噛む、噛む。ややこしい、ややこしいよね。噛むと噛むがもう、いろいろあってウォーキング出て例えてるし。ややこしすぎるから。噛んじゃうな。噛んじゃうか。まあそんな話がありつつ。そう、ちょっと長くなっちゃうんですね。そんな話がありますよ。ないですよ。まあ、その、じゃあ、ボーイがね、ウォーキングとか、うん、そのダイエットしてる関連で言うと、まあ私もしてるわけですよ。はい。で、ボーイが、今、英会話行ってるじゃないですか。はい、行ってます。で、英会話3ヶ月、うん、?3 ヶ月で英語ペラペラになるぞ、みたいな目標立ててやってるじゃないですか。うん、3週間経ったね、今。経ったね。うん、それ聞きたいんですよ。週何で行ってんですか？うん、今、週2回、うん、マンツーマンのレッスンが1時間ずつあって、うんうんうん、で、それプラス、うん、グループレッスンは受け放題なんで、うん、それに行ってるって感じですね。だ週2回のはマストで行くのか。週2回はマストで行ってて、で、空いた時間で、うん、で、かつ、2週間に1回コンサルがある。コンサル？そうそう。そのコンサルは、うん、日本人講師の人がついて、ああその勉強方法とか、自分に合ってますかとか、はいはいはい、今どんな感じですか、どれくらい覚えられましたかとか、ああで、そこで、ああすいません、ちょっと仕事忙しくできなかったんですとか、あるじゃないですか、あるあるできなかったとか、うん、これちょっとなんか自分が思ってるよりできてないですって時に、うん、こう、プランを提示してくれるっていう。あ、じゃあこういうふうにしましょうか、みたいな。そうそうそう。来やすいようにしましょうね、みたいな。そうそうそう。はい、その自分で悩んだ時はその人に連絡して、みたいな。あ、なるほど。それあるんですよ。あるんだ。で、コンサルも行きつつ、じゃ週2、3で行ってんですね。週2、3。で、それで毎日、うん、単語とか、英、うん、単語を覚えてるって感じですね、うん、文法とか。ボーイがその、何回か前のラジオで、その、英語行き始めるんだみたいなこと言ったじゃないですか。はい、その時にも言おうと思ったんですけど。まさか。いや、じゃあ、俺もちょうどそのくらいの時期にジムに入ったんですよ。はいはい。トレーニング、はいはい、ジムに入って、で、そっから、こう、目標を立てて、俺もちょうど3ヶ月か4ヶ月ぐらいでバキバキにしようかなみたいな感じで やろうとしてたんですよ、うん、そこで言おうと思ったんですけどちょっと言うタイミングがなくて今言うんですけど、うん、で今言ってるんですよ。さっきも言ってたんですよ、うん、でこの間も言って先週かその話先々週かな確か先々週かな先々週っすね。だ先 MC 西下の話ね。そうMC 西下の話もそうなんですけど、うん、そう先々週そのジムでしょ。うん、そのジムに行ってそのジムその ジム、うん、そうそうそう新宿にあるやっと行き始めたと。そう行き始めて、うん、で今日でなんだかんだで5回目ぐらい、うんはい、その最初入会だっつって言って、うん、
入会がちょっと時間 MC さんが遅刻してきたからできませんでしたでじゃあ今度行きましょうっつって週明けて行ってそこで入会しました、うん、でその時もちょっと時間がなくなっちゃって MC さん遅刻したから、ね、その日もトレーニングしようと思ったけどできませんでした。で次の日に次の回でやっと初めてトレーニングしたんですよ、うん、でその日も MC さん遅刻してきて、うん、でその時3時間ぐらい行くはずだったんですけど1時間ぐらいしかもう時間がなくてもう一人で行けないよ一人で、ね、そう思うでしょ。でその日3回目のその時はカウンセリングっての受けるんですよ。あ、はいはいはい、あなたはじゃあどういう目標がありますかみたいな。なるほど、目標に向かってね。ああ、じゃあコンサルと一緒だ。そう、コンサルと一緒、うん、そう、まず体重とか筋肉量測ってもらって、うん、であなた今体重こんぐらいですと筋肉量こんぐらいですみたいな。そんなんやってくれるんですか。そうそうそう。でどうなりたいんですかみたいな。ああ、じゃあ MC さんで言うと腹筋をバキバキにしたいですとか、うん、俺で言うとちょっと痩せて動きやすい体にしたいですとかって言うとお姉さんがメニュー組んでくれるんですよ。めっちゃいいですね。そう、この、うん、このトレーニングをじゃあ何回何セットやってくださいとか、うん、で体重は気にしなくていいと、筋肉ついてくるから体重むしろ増えるかも分かんないから体重気にしないで見た目を気にしてくださいみたいなこと言われるわけですよ、うん、で分かりましたっつって、でじゃあ今日トレーニングしていかれますかみたいな段階でもうあと残り30分ぐらいになっちゃって、うん、でちょっと腹筋やって、でその1回のルーティーンをやりたかったから1回プール入って、うん、プールちょっと泳いでシャワー浴びて、でその日の多分ラジオ、先週ぐらいのラジオに来たのかな、はいはい、うん、みたいな感じだった。でそれが3回、うん、で次の週明けて、うん、あ、じゃあ、トレーニング、ジム、俺行きますよ、MC さん、つって。あ、いいですよ、みたいな。俺結構行っちゃうと思いますよ、みたいな。で、行きたかったら、もし、ね、俺と一緒に行きたかったら、連絡してくださいと。あ、そうだね。ハラミさん、行ってます？僕もこの時間行くんですけど、どうですか？みたいな。言ってください、みたいな。うん、あ、わかりました。つって、音沙汰がない。そっから連絡が一切ない。で、登録したんだよね、でも彼は。これ入会しましたよ。行ってるんじゃないですか？いや、言ってるわけないじゃないですか。実は。いやいやいや、それで言ってたら、そんなこと、信じられないでしょ、だって。それで言ってるわけないでしょ。信じられない、ね。あなた知ってるじゃん、MC さん。24時間そのジム。いや、11時半まで。言ってないね。言ってるわけないじゃないですか。ましては新宿にいるわけじゃないんだから、あの人。うん、言ってないね。絶対言ってないじゃないですか。で、そっから、俺は2回ぐらい行って、前回行って、で今日行ったのか、うん、2回ぐらい行ってこう定期的に週3回ぐらい行くルーティンを作ろうかなと思って今やってるんですけど、 MC さんそこからパッタリともう連絡が消えた、途絶えるっていう。消えた。でどうすんのかなっていう。なんだろうそれ。あの人やばくないですか。いやなんか命の危険、うんうん、いやいやワンチャン本当にかもしれない。だって言って別にそんな大金持ちじゃないじゃないですか、あの人。うん、別にね、うん、普通じゃないですか。うん、の中から、月、あの人1万3000円ぐらい出してるんですよ。うん、あ今一緒に入った月1万3000円でかいね。でかいでしょ。ロッカー代とか、あとあの人はなんか物持ってくるの嫌だっつって、うん、その、向こうでジムで全部借りられるプランにしたんですよ。レンタル。あの、水泳帽から、水着から、ウェアからタオルまで全部ね、借りられるのにして、全部含めて1万3000円ぐらいしたんですよ。15万6000円だ。何が1年で。そう、1年で。1年で考えると高いですよね。うん、すげえ早いな、あんた。1年での計算が早いな。金の計算が早い。そう、高いんですよ。で、うん、さらにあの人は前まで入ってたらしくて、はいはい、自分の最寄り駅のジムに、はい、それ8000円するんですって。うん、で8000円も解約せずに払い続けてるんですよ、あの人。今も？今も。え？二重契約してるの？解約してないですよね、みたいな。どうするんですかみたいな。解約しなきゃいけないんですけどね、つって。行くの嫌だな、みたいな。解約しに行くの嫌だなみたいなこと言って、多分今は払い続けてるんですよ。大変だ。だから2万1000円ぐらい毎月行かずに払ってさ。うわ、エアポッツ買えちゃうな。いや買えちゃうな。いや本当だな。もったいなくない？もったいねえな。何やってんのみたいな。ね？っていう、まあそういうハプニングもありつつ、うん、で俺はまあちゃんと言ってんですよ。あるよね、そういうなんか、うん、忘れちゃうみたいなね。あるね。契約してて。あるね。いや忘れてて。なんかこうなーなーにしちゃって、はい、結果なんか、あやべえみたいな。やべえみたいなね。うん、あります、ね、あるある、後悔するやつね。で、それで行ってて、でこの間行ったんですけど、あのジム、なんかね、もうもちろん器具がバーいっぱいあって、で壁際にランニングマシンとかバーあって、で俺行く時間大体空いてるから、まあ、あの結構器具使えるんですよ。うん、で、結構俺が行く時間は、あのおじいちゃんとかおばあちゃん多いんですよ。はいはい、年配の方が多いんですよ、うん、で、あ、年配の方多いなーつってバーって見てて、で俺もバーってやってたんですよ。でジムってこうお姉さんとかその トレーナーさんっていうんですかがこう見張り役じゃないけど、うん、あの人なんかちょっと危険な使い方してるなみたいな、あるね、人がいたら、まあ、プールの監視員みたいな感じでこうついてるわけですね。何人かいるわけですよ、うん、でバーって俺も器具使ってガートレーニングしてたら、
おじいさん、なんかもうほんと白髪の結構まあ言っちゃ悪いけどヨボヨボのおじいさんがバー来て、でなんかちょっとちょこちょこってこうバーってトレーニングして、あおじいさんやってんなと思って、で俺もバーってやって、したらそのおじいさんちょっとちょろってやったら、その監視員のお姉さんのとこにちょこちょこちょこバーって行って、なんか喋ってんですよ、バーっつって、こうちょこちょこちょこちょっつって、でお姉さんもあそれはですねみたいな、ご案内してください、こうでこうでこうでみたいな、でなんかだんだんおじいさんがなんかヒートアップしてきて、だからなんだなんだっつってんの、なんだなんだなんだみたいな、でなんだなんだなんだってなるんですか、どうするどうする、おトラブルかみたいな、なるねなるね、なんでざわっとするね、なんか器具がなんか使いづらいとかそういうクレームかみたいな、なんだなんだ、お姉さんもですからそれだと減っちゃいます。減っちゃいますよ。ヒートアップ、ヒートアップして。みたいなこと言ってんすよ。減っちゃう、減っちゃうってなんだろう、何が減っちゃう、で、よくよく聞いてみると、お姉さんが、ですから、それだと、あなたのギガ数が減っちゃいます。ギガ数が減っちゃうんですよ。つって、Wi-Fi の説明ずっとしてるんですよ。おじいさんは、ジムの中で iPhone を使いたいと。iPhone を使いたいんだけど Wi-Fi の接続の仕方が分かんねえっつって、これ Wi-Fi 使えるって書いてあるけど使えないじゃないかみたいなことでずっとお姉さんにブチ切れてるんですよ。でお姉さんはでもこれフリー Wi-Fi になってまして、これでこういう風に登録すると使えるんですよみたいな、でおじさんだんだんもういいよ、じゃあ私がこれで勝手に YouTube でこうやって見ればいいってことだろうねみたいなこと言うと、ですからそれだとギガ数が減っちゃいます、あなたのギガ数が減っちゃいますっつって、何の説明してんだよ、ギガ数と Wi-Fi のジムでジムのお姉さんにさせるっていうおじいさんがいたんですよ。ぶち切れてるんですよマジで。いやいや。そのおじいさん。最悪だな。最悪でしょ。で、なんかそのお姉さんで多分ラジが開かなくなって、なんか本当に責任者っぽい大人のね、男の。そんなレベル？そんなレベル。マジ切れてる。相当よそれ。おじいさんマジ切れてる。で、その大人のね責任者っぽいね人がバーって出てきて、白いポロシャツの人っすよ。もうでここなんか耳にインカムかなんかつけてる、はいはいはい、なんか偉そうな人がバーって出てきて、はい、でちょっとこちらの方他のお客様にご迷惑になりますんでつってこちらの方へつちょっと隅っこの方にバーってね、移動させられたんですよ。で、あこれで解決するなと思って、で俺もトレーニングをこうやってバーって戻って、30分ぐらいやってバーって見たらまだやってんですよ、長いなまあ長いじゃないですか、で今度はそのお兄さんもですからそれは比喩表現として我々も言ってますみたいな何の比喩表現言ったんだろうみたいな、比喩表現何なんだろう、すげえ知りたい、気になるな気になるなと思って、気になるな、比喩表現聞きたかったなと思って、なるほど、例えたんだろう、いや例えがちょっとうまくいってないって言ってないんでしょ、おじいちゃんがイチャモつけた、多分イチャモつけ、それは君ちょっとバカにしてるのかみたいな感じで多分イチャモつけたんでしょうね、で大人の人がいやそれは我々も比喩表現として申し上げただけでございましてみたいなので、すげえ慌ててたんですよ、しんどいな、めんどくせえと思って、おじいちゃんクレーマーだな、クレーマーっつうかナチュラルクレーマーです、いやもっとさそのさトレーニングのこととかに行ってさ、確かに確かにバトってほしいじゃないですか、確かに確かにバトルならね、まさかの Wi-Fi っすよ、いやだ相当なんか見たかった YouTube なんか音楽を聴きたかったらしくて、音楽か、なんか分かんない音楽、これじゃあ私の音楽がじゃあ聴けないってことかいみたいな、何聴いてんだね、何逆にそんな何聞いてんだそんな聞きたいすごいですよね、ラップとか聞いてたら、ね、ワンオクロックとかワンオクロック聞いてたらいけんワンオクロック聞いてたらすごいなおじいさんがなみたいな、そんなこともありつつ、まあありますよね、ありますめっちゃ怒鳴ってる人、めっちゃ怒鳴ってる人ありますよ、2丁目でもこの前あ、なんすかなんすか、ありましたよ、何あのめっちゃ怒鳴ってるな、うん、あの俺この前会社来た時に、うんはいはい、前日にこうシャワーを浴び忘れて、うん、そのままリビングで寝ちゃったんですよ、何やってんので次の日ミーティングで早く行かなきゃいけなくて、はいはい、シャワー浴びずに来ちゃったんですよ、はいはい、だもう汗かいててベタベタだから、はいはい、あの近くにね満喫があるんですよ、日曜日ってシャワールームだけ借りれるんですよ、はいはいはい、500円ぐらい で俺それ借りに行ったんですよ、うん、本当にすぐ近く、なんかデイリー山崎みたいな、はい、あのタバコいっぱい吸ってる人いるところ分かる、万馬券っていうラーメン屋に向かう途中の道なんですけど、 あそこの先にあるんですよ、うん、で、うん、そこ行こうとしたら、うん、すげえ怒鳴り声、おっちゃんあっちだ、うん、でなんか叫んでる人いるんですよ、電話で、男の人が、なんかオレンジのなんか作業着みたいな着て、おじさんがなんか部下に対してめちゃくちゃ切れてて、うんうん、いやだからさ、
おめえ何なんだよ俺みたいな。怖っ。怖い、めっちゃ怖いんですよ。めっちゃ怒鳴ってるじゃないですか。つって、おめえが仕事をせえのがいけねえって何回言ったらあかんだよ、あーみたいな。でもこんなとこ、もうやばいんですよ。もうその、響き渡ってる。もうだからもうタバコの人たちとか、もうみんな見てるんですよね。ドン引きするぐらい。30人ぐらいか、もう。タバコ吸いながら、いますよね、30人ぐらい。方向に向かって、ずっとみんなそれ見てるんですよ。あ、そうだ、いますね。しかも言うて、道路挟んだ距離だから、向こうのおっちゃんも気づいてるんですよ。見られてるのね。でもなんか、それでちょっと見られてることに興奮しちゃってるのか、どんどん声のボルテージ上がってくるんですよ。はいはいはい、あるある。やばって思って、やばい人いんなと思って、通り過ぎて、シャワー浴びたんですよ。浴びたんだ。そう。で、30分もかかんないぐらいかな、シャワー浴びて、ありがとうございましたって出たんですよ。で、その通り通るじゃないですか。通ったら、警察に捕まってました。しょうがねえじゃん。おっちゃん。呼ばれちゃった。肩掴まれて、なんか、抵抗したのかな分かんないけど、うん、事件ですよ、マジで。抵抗してるでしょ、それ。そう、なんか、警察が二人から来て、で、みたいな、おじさん、みたいな。おじさん。でも声でかいですよ、まだ。やば。あ、まだ声でかいな。うるさいな、みたいな。そうね、タバコ吸ってる人も、5人ぐらいギャラリー増えてるんですよ。盛り上がっちゃってる。そりゃ増えるだろ。面白いもん。あの人がどうなるのかみんな知りたいから、ずっといるんでしょ。いるでしょ、それは。やば。そういうの見ましたよ。アホだな。うわ、怖いなと思って。バカだな。ダメですよ、そんな。社会人なのに。そうそう、まあ怒るとか、まあ電話それいいですけど、うん、そのね、周りに迷惑をかけないようにね、うん、そうすよしないと。どうなる、ね、そうね。どうなる必要ないのにね。そうそうそう、そんなでかい声、電話なんだからさ、声でかくしてもちょっと、なんか、はい、音割れちゃうよって。そうだな、そう、音割れちゃうとか別に。音割れちゃうから。音割れちゃう。逆に聞き取りづらいから。音割れてるぞってコメントしちゃう。そうそう。音割れて、音割れひどいですよってコメントが来ちゃうと思いますけど。いやー、そんな。変わってたの？新宿はね、いろいろありますよ。もう怖いっすよ。あと、まあ、最近ね、まあ、これまた、ちょっとまあ、周りへの迷惑じゃないけど、迷惑話でちょっと一個マジで、ちょっとマジでカチンときた話があったんですよ。あ、出た。映画館もしかして。映画館じゃない。映画館俺そんな行かない。結構これ、あるあるなのかな、どうなのかな。俺、まあ、家で寝てて、朝。一回、前にも一回あったんですけど、バー寝てて。で、朝、気づいた5時半とかだったんですけど、パッと起きちゃったんですよ。朝。まあ、たまにあるね。で、なんで起きちゃったかっていうと、隣の家の、バイブスヌーズが延々になってんすよ。ブーブー。そんな壁薄い？いや、壁薄くないと思うんですけど、でも、まあ、結果、ドンドンドンってやったら鳴りやんだから。あ、やったんだ、と。いや、でもめちゃめちゃうるさかったから。うん、もううるさすぎて。そう。だから隣の家だったことが分かってたんですけど、もうずっと朝5時半ぐらいから、ブーブーつって。で、止まるじゃないですか、スヌーズだから。うん、で、あ、止まったと思って、やっと寝れると思って、バーッとうとうとうとすると、またブーブーっつって、うん、うわ、スヌーズだと思って、うん、最悪だっつって。うん、で、一回、ブーブーって鳴り続けて、一回そいつ止めたんですよ。一、うん、回止めて、うん、あ、止めたなと、うん。明らかスヌーズが終わるタイミングじゃない段階で終わったから、止めたから、うん、あ、止めたわと。これでやっと寝れると思って、バーッて。もうスヌーズの周期がわかるぐらい。そうそう、めっちゃ鳴ってんすよ。そう、めっちゃ鳴ってんの。バイブ、永遠に。ねブーブーっつって。で、あ、止まったと思って。で、バーって寝て。したら、たぶん、今度違う時間にまた目覚ましかけ直して、そいつ。あ、はいはい。隣の人。また鳴り出したんですよ。ブーブーっつって。あ、うんうん、あ、またスヌーズだ。でもさっきタイプもこいつ起きたから大丈夫だなと思ったら、止まんないんですよ、ブーブーが。で、またスヌーズの周期に入りやがって。あ、止まったと思って寝ようと思って、またスヌーズでブーブーっつって。うわ、これ最悪だと思って、結局は、5時半から8時50分まで延々とスヌーズが続いたんですよ。え？起きてたんですか、その間。俺だからずっとうとうとうとしてはスヌーズで起こされ、うとうとうとしてはスヌーズで起こされみたいな。永遠に続いて、うん、おい、マジ、ふざけんなと、うん。もっと、俺その日は10時とか11時まで寝れるはずだったんですよ。うん、おい、最悪ふざけんなよ、つって。で、これもう、これ出たよと。これ流行るぞと。LINE 詐欺。ね、LINE 詐欺出たでしょ、うん、LINE 詐欺出た。エアードロップ痴漢。あ、出てた。出たでしょ、これは iPhone にまつわる犯罪ですよ。LINE 詐欺。エアードロップ痴漢。これ。新たな犯罪。うん。スヌーズグッドモーニング。スヌーズグッドモーニング。犯罪集ないな。犯罪ですよ。スヌーズグッドモーニングですよ、これ。犯罪集ないんだよな。タイトル、スヌーズグッドモーニングって。スヌーズグッドモーニング流行っていますっつって。今、いけてる感じのロキノン系バンドみたいな。
来年のロッキンオフ、ロッキン、来年のロッキンとかに出そう。スヌーズグッドモーニング。スヌーズグッドモーニングアメリカみたいな。どうも、スヌーズグッドモーニングアメリカです。大学生のコピーバンドの名前っすよ。スヌーズグッドモーニングある、そんなある。スヌーズグッドアメリカみたいな。最悪っすよ。全然グッドモーニングじゃなかったもん。バッドモーニング。バッドモーニングって、じゃあそうしろ。スヌーズバッドモーニングでいいじゃないか。なんでグッドつけちゃって社会問題になりますよこれは。スヌーズバッドモーニング、スヌーズバッドモーニングだっつって、いやだ社会問題、隣の家のスヌーズとか聞こえたことねえよ。なんかそんな聞こえるもん。いや俺の友達の T 長いるじゃないですか、うん、T 長が前住んでた家は結構壁が薄かったらしく頻繁にあったって言ってました。マジで、うん、いやあれかもしんないね、もしかしたら隣の人芸人さん、なんでなんでなんで、たまにモノマネで、うん、その携帯のバイブのモノマネみたいな、うん、あるっすよね、うん、じゃあ許してやるよいくらでもやれいくらでも練習しろきっとバイト疲れて帰ってきて練習してんじゃん、家でやってたの、うん、きっと練習してんじゃん、うん、そこスヌーズまでスヌーズのモノマネスヌーズのモノマネスヌーズアラームだってスヌーズ、うん、スヌーズのモノマネ、そうそうそう、スヌーズ、スヌーズって響きいいっすよね、うんうんうん、スヌーズね、スヌーズ何なんすか、語源スヌーズ何なんすか、スヌーズ、スヌーズなんだろうね、スヌーズっておもろいっすよね、スヌーズいいよね、スヌーがいいね、スヌー、なんか、ま、そう今までなかったですもんね、スヌーズって、確かに全く起きれそうじゃないですもんね、スヌーズね、スヌーズ、うん、なんなら眠れそうだよ、ね、眠れそうっすね、どっちかっていうとさ、スヌーズって眠れそうっすよねいやマジで全然起きれねえもんなスヌーズって、っていうねような話がありましたよっていう、いや最悪だな、でもそれは最悪なんですよ、それはせっかく俺は絶対起きないけどね、絶対起きないな、あなたはね、何が絶対起きないね、絶対起きないでしょ、うん、絶対に起きない、俺ダメなんだよな、俺起きちゃうんだよな、かわいそうだな、そういう人たちはかわいそうだな、そういう人たち、そう本当に思う、いやいやいや、かわいそうな、いやいや、あなたがだって起き、あなた起きないことによって周りに何人に迷惑かけてるかっていう話ですよ、そうそうそう、いやそう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 、どっちもだよね、どっちもだよね、どっちもどっちじゃないの、本当に俺は起きれない人と起きちゃう人、起きちゃう人で、中間を攻めたいよ、確かにね、中間を攻めたいねっていう話でございました、うん、はい、というわけでそんなね今週をお送りしていきましょうって、もうだいぶ30分が喋ってますけども、はい、じゃあいいですか、はい、お便りのコーナー、お便り行こう、はい、今週はね、うん、まずちょっとお便り行く前に、何、これもう気になってるから、先週ね、うん、衝撃の事実がっていうね、はいはい、うん、やりました、やりました、言いましたよ、やりました、先週は、うん、まず一つ言わせて、何ですか、僕がサムネを作った、はい、作りました、うん、そうです、あ、そうだね、そうだ、そうですよ、うん、サムネの投稿が、うん、めっちゃ減っちゃった、すげえ減っちゃった、今まではどんくらいあったんですか、今まで、うん、まあ、毎週3通ぐらい来るかなみたいな、うん、あんま来てねえじゃないか今まではあんま来てねえじゃないか、いや知らないのかもしれない、ちょっと毎週これラジオで言っていくわ、そうね、サムネ募集してます、最近知られてないのかもしれない、そうそうそう、だからマジで3通ぐらいしかないから、うん、もう本当に送ってきたら採用するぞぐらいの、うん、そうそう、まあ厳選しますけど、うん、え、最多は、最多はどんくらいあったんですか、最多、うん、6ぐらい、あんまねえな、それも6もあんまなかったな、あのね、ハロウィンの時は結構来た、あハロウィンでこれ使ってくださいっていうのは結構来ました、ただ、うん、まあ、ハロウィンはその1回ぐらいしか使えないから、うん、それ中で、うん、あのテレビのやつを選ばせてもらったって感じ、うんうん、採用された人にもノベルティあげれんじゃないですか、確かにね、そうすればモチベーション上がるんじゃないですか、確かに、絵描くってだって結構しんどいですよ、確かにね、このじゃあ描こうってならないと描けないですよ、確かに、ね、上手い人以外は、採用された人にも述べてあげるか、どうしますか、どうしようかな、あげます、ちょっと悩みます、そこはあなたのさじ加減です、悩みます、ちょっと悩みます、じゃあ、うんうん、この人は悩むそうです皆さん、なのでサムネを送ってください、サムネどうしようかなって今思ってるんですよねというと、いや、その投稿型でいくか、うん、さあまた作るかみたいな、なるほど、そう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 、うん、悩ましいよね、だからこのラジオのさ、うん、オールナイトニッポンとかもあるじゃないですか、あのラジオの写真ある、あれ撮りたいなって思うんですけど、はい、撮りましょうよ、そうそう、そしたらこう YouTube で見るときに分かりやすいじゃん、分かりやすい、うん、ラジオっぽいですもんね、そうそう、やっぱり同じサムネの方が分かりやすいのかなって思っちゃったり、そうラジオはね、そうそうそう、そうね、してきた、はい、うん、俺はそっち派ですそうね、俺はそっちだ。そうしようかなって思う。そうしますか。ちょっとなんかまあいろいろ悩みますこの人。悩みます。悩む人です。悩みます。はい。はい、そんな普通のコーナーで。なんだっけ何を言う。あそうですよ。あ衝撃の事実で、はいはい、エントリーするの、うん。やっぱりコメントとか、うん、チャットでも盛り上がってましたね。盛り上がってたんだ。うえみたいな。まあ俺見たわ。えみたいな。俺聞いてた。言ってたでしょ。うん、
っつってマジかってなってましたね、うん、マジかってなってて、うん、どっちに転んでも面白いぞこれみたいな面白いぞこれって言ってほしいっていうのがすごい多かったですね実際に会いに行ってほしいそうですね、うん、行くっしょいやもう行く行くだからもう今日はすごい楽しみでしたそのアンサーがね来てアンサーアンサー読みますじゃあもう読みましょうかいやいやいやいいよいいよいいですかいいよいいよまあ花見さんのタイミングでいいです花見さんのタイミングでいいですか、はい、分かりましたはい、じゃあ、はい、早速ですけど、普通オタは皆さん概要欄にリンクがありますのでね。はい、ぜひよろしくお願いします。そちらから送ってください。はい。はい、ラジオネーム、土か味噌。土か味噌。これは土か味噌なのかな、うん、土おわ味噌なのかな土か味噌。土か味噌。土か味噌。うん、ことだまん、ひとでまん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。いきなり個人的な感想なのですが、僕はポンコツパズドラが好きです。検定クエストが今来てるのですが、動画は出してもらえないのでしょうか、うんもしくはポンコツを卒業してしまったのでしょうかもしくは何かパズドラに関する裏話があれば聞かせてくださいおお、なるほどね最近2人全然撮ってないですね、うん、ポンコツパズドラはねというかまあ TV がねそんな感じになってきましたねそんな感じまあ別に撮らないとかそういうのじゃないですけど、うん、決めてるわけじゃないですけど、うん、なんかこう方針決めてやっていこうよみたいなで本当にやっぱこうやりたいゲームとかいやまあ俺パズドラやりたいんだけどもちろん、うんうん、全部はできないから時間がないしなかなかでもなんかこう幅広くやっているとやっぱりこうねコメントが言われるじゃないですか、うん、全然やってねえじゃん全然やってねえじゃねえかみたいな、うん、でそれを言われるのも尺だし、うん、それ言われるぐらいだったら俺はやめようかなって思ってるぐらいなんですようん、うん、投稿ゲームをゲームっていうかやっぱりこうやりたいようにやりたいんですけどそうだねそうだからやりたいようにやってたのが今までだったんですけどそう、うん、ね、うん、それででもそうこうやり込んでないとやっぱこうダメだみたいな風潮がどうしてもあるからそうですよね難しいよなそう言われちゃったらもうやる時間ないからじゃあ動画出しませんしかないですよねっていう結論になっちゃいますよ ね, ねでやれるやつやろうかなみたいな感じで、うん、で今をあのみんなやってるじゃないですか、うん、例えばハラミさんだったらユニゾンエアでシゲさんはカラシゲパズやってるで俺はコトナマをやり始めて、うん、そうそう楽しくて、ね、普通にやっててみたいなだからまあパズラもやりたいけど、うん両方同じゲームをやるっていうのはなかなか難しいもんでそうなんだよなそう特に僕はちょっとそれができないもんでだから今ことでもやってるって感じですねあのまあまあねいやいいんですけどあの YouTube のコメント欄っていうのは自由だから、うんうん、自由だからいいんですけどあの本当に全然やってねえなみたいなこんなんだったら動画出す資格ねえぞみたいなね言ってくる、うん、あの自称上級者さんたちいるじゃないですか、うん、あれ本当になんとかなんねえのかなって思いますよそうだねあれを気にしないよってみんな言ってるし気にしない素振りを見せてますけど、うん、気にしてない実況者さんは一人もいないじゃないですかいないねそれ書かれていい気は絶対しないからいい気はしないねその人のコメントで動画を上げなくなるねそうだからその市場を狭めてることになるわけですよそう、ね、でも別にそのコメントする人はそんなこと考える必要ないけど、うん、で自由に書いてもらって構わないけどだ結局こう俺もボーイもパズドラの動画上げなくなっちゃうとかってなっちゃうじゃないですかそうだねでもあれを書き込む人ってのはほんの一握りなわけですよ本当に思ってる人は分かる分かるこいつらやってねえなと思ってるのって、うん、他の 99. 何パーの人ってのはパズドラの動画上げてくれてありがとうございますなわけですよそう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 みたいななわけですよ、うん、だからそこに左右されるのも違うかなともめっちゃ思うんだけど分かる多分、うん、その出してくださいよって思う人は、うん、いやそんなコメント気にしないでくださいって思うと思 う, そ う, そ う, そうでも気にしちゃう気にしちゃうんですよそれだっていいね, ねそう。それはね。そう。なんだろうね。その中見てくれてありがとうございますって人たちが少しでもこう応援してますってコメントでバーっていっぱいくれてたら、かけされるのかなとは思う。かけされるです。うん、そうね。そうだけど、まあその人たちはね、まあ応援し、まあボーイ何度も言ってるけど、応援してくれてる側っていうのは、まあ基本無言じゃないですか。そう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 。それで、まあいいんですよ、全然。全然いい、全然いい、うん。そんななんかその、なんつうの、ね、信者っぽいコメントとかいらないから、うん、あ、すごいこんなんでクリアできるなんてみたいなコメントとかいらないんで、あの難しいよね。それはそれでいいんですけど、ね、難しいですよね。見え方もあるからね。うん、そういう声強い人ってのはやっぱそういうのをガンって言う人だから、うん、そういう人たちが目立つじゃないですか。目立つ。でコメント欄見たときに、うん、その実際は 97% が褒めたりとかいいよって思って見てるんだけど、うん、その残りの人たちのコメントばっか目立つから、うん、結果的に外から見た時に、うん、あれなんかこの人荒れてる、うん、そう荒らされてるなこの人って見える、うん、でも実際は、うん、そのあれ本人がいて、うん、でその周りに荒らしてる人たちが3人ぐらいいて、うん、その周りに100人ぐらいいるみたいな、うん、そうその100人は見えないから、うん、そう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 っていう状況になってるみたいなね、あるよね、難しいよな、むずいよね、むずい
まあそんな感じですね。だからあんまり上げてない感じかな。そうね。ただな、まあパズル、ポンコツパズルはやった方がいいなとはもちろん思うが、うん、ねえっていう、そうっすねっていう感じです。土下座くん、そうっすね、うん、そうなんだよね。ゲーム難しいね。難しいね、うん、ちょっと特殊ですからね、アップバック TV がね。ありがたいですけどね。うん、ありがたい。見てくれるだけで。うん、いや、そう。それはそう。それはもう、それはもう、うん、それはもう本当そうだ。ありがたい。いい、そのいいコメントくれる人も、アンチの人も、コメントをしない人も、うん、全部ありがたいです、うん。そうそうそう。そうなんですよ、うん。はい。ありがとう、土上溝くん。ありがとう。はい。続きまして、サラダ油。サラダ油。リオナイさん、ハラミンさん、お礼のメールが遅くなって申し訳ございません。先日は私のサプライズにご協力いただき本当にありがとうございます。いや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 、あの妻の、ね、全くですよ。めっちゃ良かったですよ。めっちゃ良かったね、うん。コメントも湧いてましたよ。チャットのね。ラジオの当日は妻を起こしておくために2人で PUBG をやりながらさりげなくラジオを聞き始めました。かっこ後に聞くと怪しいんではいたようです。あ、そうなんだ。そうなんじゃないですか。急にパブ G やろうよみたいなこと言ったんでしょうね、サラダ油とかね、うん、はい、ちょうど接敵しているとき、敵にね、うん、敵と戦ったときにお便りが読まれるハプニングはありましたが最悪だよ。何やってんだよ、イモレよ。なんでキルムーブしてんだよ。イモレイモレ、そういうときは。なんでだよ、ドンカツハウスにイモレ、そういうときは。接敵するな、わかるだろ。聞いてねえだろ、それ。本当だよ。奥さん聞けてんのか、それ。とても喜んでくれました。彼女ね、彼女か。うん、奥さん。奥さんか。奥さんか、奥さん。とても喜んでくれました。泣きはしませんでしたが、倒れ込むほど笑ってました。ああ、よかったよ。笑う要素ありました？よかった。あのお便りに。笑われてるんじゃないか、それは。ね、そう、確かに。確かにそうだよ。笑う要素ねえぞ、サラダ油。なんだろう。そこ、オナニマシーンのくらいか。絞り出したのかな？あそこか？あそこか？オナニーって、つって笑ってたのかな、奥さんは。かっこもちろん妻もお二人は存じてますと。ああ、よかった。ありがとう。本当にありがとうございましたと。今現在はアーカイブで何度も何度も聞かされて、はなはだ恥ずかしいです。ああ、いい、かわいい奥さんだね。めっちゃ聞かされてるんですね。うん、3000回愛してるとことかあるじゃないですか。ああ、かわいいね。最近はめっきり寒くなってまいりましたが、健康にはくれぐれもご留意くださいということでございます。ああ、いい、ね。ありがとう。お便りありがとうございます。よかった。よかった。聞けて。ね。じゃあもう成功して。成功して。よかったね。よかった。もう素晴らしい。素晴らしいですよ。いや、いいな。いや、そんな、ね、あんなほっこり、いいラジオだったじゃないですか。うん、それに対してじゃないですね。え？それも含めて。うん。どうした？まあ、私に対する。うん。私に対するクレームが。え？ラジオネーム、ミヤニ。うん。リオナリさん、ハラミさん、こんばんは。こんばんは。リスナー、いえ、ドブナーこと、ドブリスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ああ、ね。先週の。先週の。うん、ちょうど、ハラガルラジオにお便りを送り始めた頃、始めたツイッターのプロフィール欄に、ドブナーって書いてたミヤニです、こんばんは。こんばんは。その後、ほどなくして、ハラガルラジオは終わりました。ショックで未だに最終回聞いてません。めっちゃ好きやん。いや、聞いてあげてよ。聞いてくれよ。最終回面白いから。それは好きなら、そう、面白いから聞いて。最終回は聞いてくれ、うん。そんなドブナー、ドブラジオ時代が懐かしいというハラミンさんですが、ちょっと待てと。その原因はハラミンさんにもあるんじゃないですかと。お、ハラミン、清流流しちゃってんじゃねえかと。清流？清流だ。今日、あの、前回のね、ドブと清流でこう、対比させたじゃないですか。当時、まあ一軍にはほど遠いものの、別に普通の中学生だった僕が、ドブを名乗っていたのは、ハラミンさんのラジオが、まずとにかくドブで、それを聞いて、くだらねえな、でもいいな、面白いな、と思ったからです。はいはい。はいはい。ね。いいじゃん。うん。当時のラジオは、今のラジオよりはいわゆる下ネタも多くて、ほんとくだらねえなって感じでした。うん、いい意味でね。うん、そんな、これだけは負けたくないものなんて話してないですよ。ん？してないですよ。うん、ハラミンが盆栽に求めるのはリアリティとか、シゲさんがヤマタノオロチって話をずっとしてたじゃないですか。そうなんですよ。うんうん、盆栽ってのはいわゆるエロ DVD のことです。はい、うん。それには俺はリアリティを求めると。で、シゲさんはヤマタノオロチってのは、シゲさん、八股だったとか、そういう話ですね、うん。そういう話はずっとしてたじゃないですか。下ネタはチャンネルとしての方向性とかで気を使わなきゃいけないのかもしれませんが、それにしたって最近のラジオは何ですか？土踏まずに彼女ができて、そのクラスメイトのクリスマスが登場？雪だるまがなんか3人いた？こんなラジオ友達同士で聞いてんじゃねえよ。身内の場外乱闘とか微笑ましいな。雪だるまずに至っては登場人物多すぎて全然面白くなかったからな。挙句の果てにはラジオを使って誕生日のサプライズ？どこがドブなんだよ。めちゃめちゃ清流じゃねえか。そんな綺麗な水流されたら、そりゃドブラーだって環境に適応してツイキャスするわ。おめでとうございます。お幸せにと。
サラダ油食いたい人はちゃんとおめでとうございますお幸せにってちゃんと言ってますね。とまあ最近のラジオもそれはそれで楽しいのですが、うん、単発ではなく展開のある友達同士だったりのやり取りがあるとそれはみんな展開が気になるから読まれ、僕のようなドブには時間が残らず送ったお便り半分以上ピックアップされてるんだけど一回も読まれないという苦境に立たされています。ドブリスナーがいなくなって寂しいというハラミンさん、この先ドブリスナーが絶滅するかどうかはハラミンさんがドブを流すか清流を流すか次第です。僕にツイキャスを始めさせないでください。最後うわーすごいアンサー返ってきたこっちにエントリーからだと思ったらクソ野郎がミヤに置いてめえおい。いやいや、こういう、いや、そう、あ、マジ、アンサーをしますかね。アンサーしてくれよ。アンサーする。いや、こういう子がね、うん、まあ、いる限りね、ドブは終わらないわけですよ。うん、ね、ドブは終わらないしね、ドブってなんだろうって俺ずっと思ってたけど、やっと分かったわ。なんすか、これがドブか。これがドブ、ドブか。ドブ感が分かったわ。どういうこと?いや、ドブ感っていう。その、ハラミさんが先週言ってた、はい、ドブがどうとか、うん、もう俺も結構ポカーンとしながら聞いてた。そう、あれかを聞き返せば分かるかな。俺もドブだったって言ってたじゃん。じゃあドブを定義すると、一個定義すると、女子にトランプを捨てられるっていう、それなんですよ。トランプを捨てられる？俺は高校生の頃に、高2の時、今でも忘れないですよ、うん。仲良しの5人組がいたんですよ。うん、で休み時間になると必ず決まってその特ってやつがいたんですけど、特、うん、の席の近くで大富豪してたんですよ。ああいいですね。トランプで。いいね。でイレブンバックとかっつって、ブン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 みたいなね、うん、その独特のノリとかでこうやってたわけですよ。うんうん、イレブンバックの言い方変だね。いやだからそういう、そういう11出すとイレブンバックって言うとブン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 ってみんなで言ったりとかするんですよ。ね、でそういうことやってた。ね、毎休み時間やってた。で次のそのトランプね、もうボロボロの紙のトランプっすよ。それめっちゃやってたんですけど。必ず最後の休み時間終わったら、その後ろに黒板あるじゃないですか、高校って。うん、後ろの黒板のこの、ね、チョークとか置いてるときに、はい、トランプ置いて帰るんですよ、はい。で、次の日の朝登校してきて、じゃあトランプやろうぜ、みたいなで集まって、パッて見たらトランプがなかったんですよ。うん、で、ゴミ箱に捨てられてたんですよ。で、よくよくその誰だって犯人探ししたら、そのクラスの一軍の女子が、もううるさすぎるっつって、そのトランプを捨てたんですって。ふざけんなっつってっていうのがまずドブ感っていう青春時代をその男の子だけでわー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 やってたら女子にめっちゃ嫌われるっていう。うるさかったんだろうな。そう、うるさかった。でその特の席のね、隣が女子なんですよ。おとなしめの女の子なんですよ。おとなしめの女の子とかの席も俺ら座ってトランプやってたから、うん、休み時間中に次の授業の予習をしたい女の子ができないと。うわ、それはかわいそう。そう、かわい、まあ後の時間になるとかかわいそうなんですけど、うん、だからそう、まあ、悪いことしたなとは思うんですけど、だそういうの全部ひっくるって全女子を敵に回してたんですよ。そりゃあかんな。めっちゃ嫌われてたんですよ、うん、それそういうのもひっくるってドブっていうね。なるほどね。そうで、お前らドブじゃねえかっていうのはそういうことです。ああ先週言ったのはね。だボーイはどっちかってドブじゃないです。別に女子に嫌われてないでしょ。はい、うん、いや入って、うん、俺迷惑かけたくなかったすごいいい子ただ、ね、ただね、でこういうねちゃんとミヤニみたいな子がいると、うん、まあ、ドブはね終わんないと思いますし死なないし、下ネタに関してはまあしょうがない、うん、それは気持ちは分かるが、まあしょうがない、そこはまあ分かってくれね、うん、で大丈夫、君にこういう宮城くんみたいな分かってる子はツイキャスは絶対始めないから大丈夫ね。あとお前宮城ね、宮城くんのお便りが読まれなかったのは単純に面白くなかったからそういうことなんだろうな。そういうことよ。でも今回読まれたからよかったじゃん最悪の読まれ方してるから面白くないって。よかったじゃん、よかったよ。今日は面白かったんじゃないのかな、宮城くん。よかったね大丈夫、君はツイキャス始めないから大丈夫だよ。いい子だから、ドブ側の人間だからね、いいじゃないですか。まあ自由だよ。自由だよ、そうだよ。何するにも自由ですよ。そう、自由なんですよっていうね、そういうアンサーが返ってきました。うんうん、どうですか。え、そんなアンサーが返ってきましたか。アンサー、うん、いや、いいんじゃないですか。いいんじゃないですかって。いいっすよね。もう、別に清流流してないでしょ。まあ、別に、僕は、まあ、どっちでもいいんじゃないかなって、と思うよ。清流流してないでしょ。え、俺、清流流してますか。いや、わかんない。俺のせい。いや、怖い。俺のせいですか。俺のせいなんだ。気にしてんじゃねえかよ、おい。めちゃくちゃダメージ食らってんじゃねえか。俺のせいなんか。クリティカルヒット。いや。これクリティカルヒットしてる。効果抜群。効果抜群。海流に対する冷凍ビームになってる。そうなってる。4倍のダメージ入ってる。4倍入ってるよ。
じゃあこれもちょっとまたアンサーしなきゃいけないお便りをしていまして、うん、ラジオネーム金玉。金玉、うん、リオナイさん、ハラミさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。前回の後半でハラミさんの熱いドブ語りがありましたが、うん、私の考えを伝えたくて投稿しました。またアンサーめちゃくちゃ来てんな。そうなんですよ、アンサーめちゃくちゃ。私は自分自身が割と頑固な人間だと思っていました、うん、はい、しかし数年前に絶対無理無理と敬遠していたことでも、なんであんなに毛嫌いしていたんだろうと受け入れられること、なんてよくあるんだなと最近感じるのです。ああ、いいことですね。ハラミさんは過去に自分で作った自分像にとらわれすぎているのではないでしょうか。昔と言ってることが違うという意見はあるかもしれませんが、考えが変わることが悪いことだとは私は思いません。あ、いろいろなものを取り入れた結果、いい方向に変われる可能性があるのに、己のせいでそれが妨げられているのは非常にもったいない。自分を変えないことも含めてハラミンさんのキャラクターなのならすみません。最後にリスナーが MC を差し置いて自分が自分がといったお便りを送っているのは昔も今も大嫌いです。ではハラミンさんのツイキャスでお会いしましょう。めちゃくちゃいいこと言ってるのラジオネーム金玉ってなんだよ。ふざけんなよ。もっといいラジオネーム。なんだそれ、ふざけんなよ。金玉さん。まあまあ、これもだからお答えしますと、そのね、うん、自分が割と頑固な人間だと思ってたと、金玉くんは、うん、でハラミンさんはその自分が作ったね自己像にとらわれすぎてるのではないでしょうかとかっていうこうねお便りいただいてるわけですけども、うん、まあ。そう見えるのかもわかんないけど、少しずつ変えていってるわけですよ。いや、変わったと思いますけどね。でしょ、うん、ボーイからしたらそうでしょ。近くからいる人からね、うん。そうなんですよ。で、まあ、ボーイと出会ったのは3年、4年前かなぐらいですけど、はいはいはい、その時ですらめっちゃ変わってるわけですよ。変わってるね。うん、俺は。うん、そう。変わって、少しずつ変えていく部分と、変えちゃいけない部分ってあるじゃないですか。うん、まあね、自分の中でね。自分の中で。はいはいはい、例えば、まあ、そのさじ加減は、まあ、自分の中では分かってるつもりなんですよ、うん、変えていっていいとこと変えちゃいけないところのさじ加減は、うん、で昔だったら絶対例えばアイドルのライブなんて行かなかったし、うん、まあ、バーベキューとかも絶対やんなかったけども、その辺はちょっとずつ変えていきつつ、まあ、行った方がいいのかなと思って変えていってるんですよ、うん、ね、で例えばじゃあこれ今夜の12時に公開されてるから、一応深夜ラジオの定じゃないですか、はい、まあ、YouTube だからどの時間帯でも聞けるっていうのがあるからあれだけど、はい、深夜に公開してチャットも深夜でやってるから、まあ、深夜として、深夜ラジオってそのやっぱ少数派のものでしょ。ああ、まあそうですね、少数派の、うん、そうだね、まあ俺は聞いてるよみたいな感じと俺はあるべきだと思っていて、うん、まあ、俺のね、俺のその深夜ラジオ感ね、うん、だからまあ深夜にやってるんだと思いますけどね、そうそう、やっぱり、うん、少数派のためのものというか、例えばスタバあるじゃないですか、うん、めっちゃいいコーヒー屋さんですよ、うん、大多数はそう思ってますよ、うん、でも大多数は思ってても少数がなんだよそのめっちゃ投げフラペチーノなんとかみたいな、甘、うん、いの飲んでんじゃねえコーヒー屋だぞ、うん、少数派ですよ、うん、ね、いやインスタ映え、おいなんだよふざけんだよ、うん、それでナイトプールふざけんじゃねえっていう少数派ですよ。だってナイトプール楽しいじゃないですか、うん、別に、うん、楽しんでいいんですよ、それは大多数の人だから、うん、でもふざけんなインスタ映えとかスタバの甘いもんとか何やってんだよツイキャスしょうもなって言ってんのが少数派じゃないですか、うん、そういう人たちのためのものなんですよ。あ、深夜ラジオって。そうか、まあそこは僕はボーイはね、まあみんなのものだと思いますけどね、ボーイはね、うん、そうですね、そういう人もいるし、うん、そうじゃない人もいるし、うん、そう思ってても言わない人もいるし、そうね、そうそうそう、だからそれをやっぱそう思ってて言えないじゃないですか、うん、普通に生活してて、例えば高校とか大学とかで一緒に遊びに行ってる友達が、スタバでじゃあ甘いもの注文しましたと、うん、なんちゃらフラペチーノっての注文しましたと、うん、で仲が悪くなりたくないから、うん、いやお前そんな甘いしょうもねえもん飲んでんじゃねえよって言えないじゃないですか、まあね、これ言っちゃったらもう人格が破綻してますよ、うん、欠落してますよ。確かに確かに、意味わかんない、だっていいじゃん別に好きなもの飲んだっていいじゃないですか、うん、でもそれ言えないんですよ思ってたとしても、うん、でもそれを言えるのが深夜ラジオなんですよ。俺がわざわざ嫌われって言ってるわけですよ。嫌われね。嫌われる。嫌われようと思って言ってるわけじゃないけど、はい、でもそう思ってる人は確実に存在してるじゃないですか。うんうん、ね、ツイキャスなんかしてんじゃねえ、チアオさんってしょうもねえなと思ってる人はいるわけですよ。うん、そういう人の、なんですか、別に代弁者ってかっこつけて言うわけじゃないですけど、うん、誰かがどっかで声上げないと、なんか全員が賛同しちゃったらおかしいじゃないですか、世の中。俺こう思ってんのにな、みたいなね。で、あ、この人も思ってたんだ。あ、はがき職人も同じようなこと思ってる。俺一人じゃなかったんだが、俺が初めて聞いた深夜ラジオの衝撃ですよ。うん。
あ、いいんだっていう、うん、だから銀杏聞いた時も同じ、はいはい、銀杏ボーイズ聞いた時も、あ、まあ合意性か俺の時は分かる分かる、ボーイングセティを聞いた時も、わあ、いいのこんなこと言ってみたいなね、わかるな、うん、銀杏もそうですよ、あの子は綾波レイが好きとかさ、うん、あの女なんか嫌いだとかさ、うん、こんな音楽に乗せて CD リリースしちゃっていいんだっていう、うん、ね、その衝撃ですよ。だボーイはそれがバンドだった曲だった、そうだね、俺はそれがお笑いだった、うん、深夜ラジオだった、うん、だからそっちのこう道に行ってってだけですよ。 何で出会うかは人それぞれなんですよ、うん、だから俺はその時の衝撃じゃないけど、その俺も少数派の人間だったから、うん、ドブ側の人間だったから、うん、ふざけんな、あ、なんだよそれっていう側の人間だったから、それを代弁してくれた人たちがいるわけですよ、うん、深夜ラジオやってたね、救われたんだろう、そうだね、まあそういうことでね、うん、格好をよく言うと、うん、だから一緒なんだって、伊集院さんとかに救われた、うん、そうですね、共感してもらえる人がいたんですよ、うん、仲間がいる、仲間がいる、あ、いいんだ俺これ思ってて、俺おかしくね、いやおかしいんだけど欠落してんだけど、うん、だからそのなんだろうな、ツイキャスしょうもねえとかインスタ映えしょうもねえとかスタバしょうもねえって思ってる人は悪くない、うん、それは君の感性だから、俺たちの感性だから、普段の日常生活で言っちゃダメ、うん、それは関係性が破綻しちゃうから、確かにね、うん、でもこの場ではいいんじゃないかっていう、ああ悩ましいですね、そういうことです、そうかそうか、私はね、私はそういう人たちを守っていく、そうそう、まあ私はって話ですから、そう、私はって話ですから、そうです、そうそう、別に全員がそういう必要はないよ、そう、うん、まあ、ちなみに言うと、はいはい、僕はそんなこと絶対に言わないし、人を傷つけたりはしません。急にずるいな、おい。おい、ずるいんだよ。亀よ、そこは。亀。スラスラ言うんじゃねえよ。ずるいな。ずるい。ずるいことだけスラスラ言いやがってよ。亀、亀。まあ、その、いいと思いますよ。うん、なんか、そういう、俺もね、うん、そういう、まあ、まさにさっき言ったけど、はい、バンドとか聞いて、うん、なんつうのね、そう尖ったから、うん、中学高校の時とか、うん、だからみんなが見てないような映画とか見てたし、邦画、ね、のいい、ね、何が、こいつら、はぁって言われたらね、世界の中心で愛を叫ぶよ、はぁですよね、うん、いい映画見てみたら、うん、めっちゃいいじゃん、めっちゃいい世界中めっちゃいいんだよそう、俺尖ってた時に、うん、そうなってて、うん、でも改めて、うん、ちゃんとこう向き合ってみようみたいなんで、見たらいいわけですよ、そういうのも。そうですよ、それはそうですよ。そういうのもいいんですよ。そうなんですよ。だからそっからなくなったから、なんかそういう、なんか悪く言うじゃないけど、うん、そういうのやめようみたいな。そういうのやめよう。傷ついちゃう人もいるから。傷ついちゃう人も、そう、だから難しいところで傷ついちゃう人もいるから、でもそこはもう、なんていうのかな、俺の覚悟っすよ。嫌われてもいいから、発信したいっていうね。発信したいもあるけど、思ってることね。そういう子たち、だ俺、リトル俺、うん、リトル俺じゃない。わかんない。表現はむずい。俺の昔の俺、昔の俺を、俺は肯定していかなきゃいけないんですよ。なるほどね。そう。そこは、揺るがせたくないと。揺るがせたくないから、そこは、変わらない、うん。いや、いいんじゃないですか。その覚悟がある、うん、あるって言ってる。だから別に嫌われてもいいです、うん。そういう人たちには。ほら、見てください。聞いてください、皆さん。ハラミさん変わってないよ。変わってないんだよ。ほら。これを言うってことは変わってないよ。そうだよ。大丈夫だよ。まあ、ただ僕は、もう絶対にそんな人を傷つけることはしません。噛めだから噛めスラスラ喋るんじゃねえ噛んでくれ、そこは。っていうね、はい、ことでございました。比較的ちょっとアンサーが熱かったね。熱かったね。ドブロンというかね。熱かったな。熱かった。まだいいっすよね。まだいいっすよ。今日はいいよ、行こうよ。で、そんな深夜ラジオ館、ボーイに対してもお便りをしてますけど、ラジオネーム、プ。プ。リオナイさん、ハラミさん、ありがとうございます。はい。毎週楽しく聞かせていただいてます。ありがとうございます。私は、35歳の会社員なのですが、うん、学生時代はご多分に漏れず、いろいろなラジオを聞き漁っていました。ああ、いいですね。今現在は環境の変化などもあり、このラジオの仕掛け人と、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーの2つの番組を聞けてない。そこに選ぶ。やめろ、やめろ。やめろめっちゃいいですね。ありがとうございます。やめろ、有吉さんのラジオのコーナーめっちゃ面白いです、ね。うん、これ聞かなくていいからやめろ。有吉さんだけ聞いて。はい。恐れ多いわ。学生自分は月曜から金曜のジャンクをリアルタイムで聞き、裏のオールナイトニッポンを録音して後で聞くみたいな毎日を送っていました。うん、いいね。いいですね。さて、これまでお二人は好きなラジオ番組の話をいろいろされてきましたが、今まで聞いた中で一番面白かった、または衝撃を受けたラジオ番組は何ですか？ちなみに私はクリームシチューのオールナイトニッポンが間違いなくナンバーワンの番組でした。
ラジオネームプというのもその影響です。これからも楽しい番組を聞けることを楽しみにしておりますので、お体に気をつけて頑張ってくださいということで、はい、ありがたいですね。ありがとうございます。クリームシチューの案は本当になんか面白いって、うん、俺聞いたことないんですよ。俺もないんですよ。なんかあのこの前、うん、俺すする TV 好きなんですけど、うん、あのすする TV のサブチャンネルのミッドナイトっていうのがあるんですよ、うん、そこで、うん、なんかその自分が影響を受けた打線で、うん、打線で、うん、そのカルチャー、うん、影響を受けたカルチャーを紹介するみたいな、うん、打線にしてみたいな、うん、があって、うん、それクリームアンって言ってますよ、うん、すするさんは。なんかすするさんのところの編集か何かをやられてる方誰ですか？なんかいますよね。あ、チャルゾーさん。チャルゾーさんかな？なんか欅好きですか？あ、欅アイドル好きだったはずですよ。なんかハロプロとか。なんかその人も好きですよみたいな。で、まあそのね、オールナイトニッポンクリームさんが好きなんだ。すするさんが。すするさんクリームアンすげえ。すするさんおいくつですか？俺の1個下かな。下なのにクリームシチューのオールナイトニッポン聞いてんの？うん、下だった。遡って聞いてんすかね？いや、昔。昔リアルタイムで聞いてた。リアルタイムで聞いてたっぽい。すげえんだけど。へえ。中高くらいの時じゃない。プ、そうなんだ。だからクリームシチューさん、俺ね、俺だからその知り合いにその三浦がいるって言ったじゃないですか、うん、その霜降りさんのとこのディレクターと、はい、あと岡村さんのとこが、岡村さんのオールナイトニッポンのディレクターやってる三浦っていうやつがいるって言って、そいつがだからラジオ好きなんですよ、うん、でそいつはまあ番組のホームページとかにちょこちょこ写真載ってるんですけど、まあ、ザなんて太ったオタクみたいな気持ち悪いやつなんですよ、うん、ね。でそいつがその俺大学生の時に知り合ったんですけど、大学生の時にそのラジオが面白くてみたいなって言ってたから、うん、もう こんなやつと一緒の文化なんて触れたくねえよと思って俺は聞かなかったふざけんな、近寄ってくんじゃねえよ。嫌なやつだな本当に本当、なんでそんな育ち方しちゃうんだろう。なんでいいじゃん、その俺が、そんなこと思うのひどいよ。いや、面白いって言うなら、ああ、じゃあ聞いてみようかなってなんないの、そんな。なんなかった、その時。こいつが言うんだったら絶対聞くもんかと。怖、この人。そう。そうしてんな、やっぱり。そうしてるってかなんか。で、後々聞いたら面白かったから、あの時から聞いた方が良かったのかなと思ったけど、あいつに勧められて聞いてたんだったら俺はここまでハマってない。と思ってるから後悔はしていない。ね、でそいつがクリームシチューのオールナイトニッポンはめちゃめちゃ面白いです。もうなんかじゃあ1個なんかおすすめないのって聞いたら、クリームシチューのオールナイトニッポンつって、絶対聞いた方がいいつって、だから聞かなかった。もったいないですね。もったいないですね。うん、そうでも、まあ、ボーイはやっぱ霜降りさんですか。霜降りさんのラジオはもうね、うん、もうリアタイで聞いてますね。うん、1時から。1時じゃないです。3時です。ゼロっすか？ 3 時5時。そう、ゼロ。あ、ゼロか。3時5時。俺で1本ゼロか。うん。3時5時か。うん。めっちゃ面白い。もう一部に上げてあげればいいのにね。いや、もう上がるでしょ。多分相当人気っすよ。今、一部は、月曜星野さん？火曜？火曜、火曜、火曜。火曜ね、月曜が誰だ？火曜が星野さんで、水曜誰だ？もう全部聞いてないから分かんないんだよね。木曜が岡村さんでしょ？何曜っすか？下森さんは。下森さんは金曜の夜です。金曜の夜か。今日の深夜です。え、じゃあその前が新内さん？え、乃木坂の新道さん。あ、いや、三四郎さん、三四郎さん。あ、三四郎さん一部？お、すげえ。じゃあ三四郎さんが終わって、そうし、行くんじゃないですか？いや、いや、いや、下森さん行くんじゃないですか？三四郎さんもゼロでずっと何年もやってて、ね、で、今。すげえ。だ三四郎さん、下森さんの流れで。うん、三四郎さん今一部なんだ、すげえな。で、土曜日がオードリーさんですもんね。うん、いや、だから、めっちゃおもろいっすよ、霜降り明星さんの。なんか、まあ僕が面白いってめっちゃ思うのは、世代が近いからかもしれないですね、うん、2人と。でもそういうもんすもんね。年が違う。1個下だから、うん、そう、2人のカルチャーとか、コーナーのピックアップのところもめっちゃおもろいんですよね。そうそうそう。そういうもんすよね。そう。だから分かんない。見る人にもよるかもしれないけど、うん、ただめっちゃ、2人の掛け合いがめちゃくちゃ面白い。それはだって M1 撮ってる漫才師ですから。めちゃくちゃ面白い。2人ともめっちゃ面白い。そりゃそうっすよ。やばいですね、めちゃくちゃおもろいですよ。そりゃあの2人はもうね、バケモンですね。俺はだから一番衝撃を受けたラジオ番組だから、もうプサン、それこそプサンなんかにね言うのなんか本当に社会説法というかね、もう俺らがなこれが衝撃を受けたよとか言える立場じゃないですけど、やっぱ伊集院さんじゃないですか。伊集院さんの、伊集院光の深夜のバカ力じゃないですか。バカ力のそのいいよね、あの伊集院さんがその、うん、今のカルチャーに対して感想とか言うのめちゃくちゃ好きだな。めっちゃいい、もう独特の、うんね、視点というか、もういやもうね、あのね、なんだから、あの霜降りさんはそれこそ世代、こう言っちゃなんだけど、結構世代聞いてないから分かんないですよ。世代に結構関係しちゃうと思うんですよ。うん、だ出てくる例えとかもナルトがとかって出てくると、うん、分かんない人は分かんないからじゃないですか。たまにね、あるね、あるでしょ、うん、でももう伊集院さんはもう本当に誰が聞いても多分おもろいんですよ。
もう喋りがえげつないから、はいはいはい、出てくる例えとかが誰にでも分かるような例えと、もう全然分かんない例えのこの配分とかもうめちゃめちゃすごいし、うん、でやっぱこう俺ずっとバナナさんバナナさんって言ってるでしょ、バナナムーンゴールドおもろいって言ってるけど、やっぱこうそれをしのぐのはもうやっぱ帝王伊集院光、うん、もう深夜ラジオの帝王、もう聴取率もえぐいらしいです。えー、1% 取ったらもうえぐいんですよ聴取率、うん、でバナナムーンゴールドは最高で 0.9 なんですよ、うん、取れないんですよ 1% を、うん、でも伊集院光はもうずっと 1% 以上取り続けてる。ええー、すごくないですか。すごバナナさんのとこで 0.9% 取ってお祭りなんですよ、うん、いや寿司だやったぜっつって、うん、0.9 取ったぞっつってやったーってなってるんですけど、そんなこと一切言わずに 1% 以上ずっと取り続けてるんですよ。すごいね伊集院さん。スペシャルウィークやんないで、ゲストも呼ばずに、一人で一人でスペシャルウィーク関係ねえよなのっつって、なんか巷ではスペシャルウィークって言われてますけど、私関係ないんでやりまーすって、一人でやりまーすって。ラジオのね、豪華なね、その週は何かやるっていう、ね、そう、まあ、聴取率週間ですね、その週ね、はい、聴取率取るんですよね、ラジオは。っていう、だから本当に、俺がさっき言った、その、ドブがどうたらこうたらみたいな話を、ちょっとでも共感してくれて、あ、じゃあ伊集院さん聞いてみようかなと思ってくれた人は、伊集院さん聞いてみたら、多分もうどの回でもハマると思う。めっちゃ面白い。面白いもんな。面白いんだよ。もうほんとテレビ見てる伊集院さんと全然違いますからね。伊集院さんは文章も面白いしな。ああ、そうね。の話。うん、文章も、そうコラム。コラム系も面白いし、そうなのよ、結構そのゲームとか映画もめっちゃ詳しいから。だってファミ通に持ってたもんね。そうそう、ファミ通。それいつも見てたし、俺。おもろいっしょ。おもろい。おもろいんですよ。すごいんですよ。カルチャー話がすごい好きだね、伊集院さん。あとは、もう、最近聞いてるのは佐久間さん。はいはい、あのゴッドタンのディレクター、はいはい、プロデューサーか、プロデューサーの佐久間さんの「オールナイトニッポンゼロの、うん、普段は終えてないけどスペシャルウィークの回は聞いてて、うん、大倉さん来た回とキングコングさんが来た回はもうめちゃめちゃ面白かった、うん、キングコングさんやばい、それ聞いてないな、キングコングさんやばいですよ、もうすごい言ってたね、すごい言ってたでしょ、言ったでしょ、俺もう言った、めっちゃいい、その回やばいっすよ、いやもうやっぱキングコングってすげえんだなって本当に思った、うん、なんか世間のイメージはキングコングを若くして売れて、なんか在学中、NSC 在学中に漫才の賞取って、なんか若くして跳ね飛びでゴールデンのレギュラー持って、売れたけど終わっちゃって、それでなんか消えて、今実業家と YouTuber になったコンビだろうみたいなこと思われてるじゃないですか。で、なんかやっぱそのお笑い好きからすると、キングコングって認められてないじゃないですか。まあなんかいろんなことやってるから。やってるし、その動きの笑いだから。当時のナイナイと同じっすよ。岡村もあんなちっちゃくて動いてるだけじゃねえかみたいな、松本になんて絶対勝てねえんだよみたいな感じだったじゃないですか、ナイナイさんが出てきた、そんな言われ方するんだ、そう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 、ダウンタウンがすげえんだみたいな時だったんですよ、でキングコングもいやナイナイの2番センチだろみたいな、梶原が動きまくってどうせのその動きの笑いだろみたいな感じで世間では評価されてて、で今実業家と YouTuber になってみたいな感じなんですけど、もうめちゃめちゃ面白い、喋りもめちゃめちゃ面白い、すげえと思った、キングコングやべえと思って、それは聞いてから、なんかネタバレになっちゃうからあれだから分かる、言わないですけど、めっちゃ勉強になったじゃんあの回、すげえ面白かった何その顔その顔聞こうって思う、その顔聞こうって思う顔、いやおもろいんだよな、佐久間さんも面白いしな、プロデューサーなのに、いやでもいいよね、いいね、ウォーキングのお供に最高っす、そうっすね、はい、もうじゃあ時間を気にした方がいいですか、そうだね、そろそろ、いやいや、エントリー行く、エントリー、あエントリー来てるでしょ、来てますよ、でもアンサー来てるんだったら、アンサーじゃあエントリーのアンサーいきます、じゃあラジオネームエントリースノーマン謝罪、うん、映画館の正義感リオナリさん、うん、ジャガポックル大好きハラミンさん、こんにちは、こんにちは、この度好きなのジャガポックル、うん、大好き知ってくれてるんですよエントリーはね、この度は本当に本当に申し訳ありませんでした、ん、なんか、うん、これまでも何度もふざけてきた私ですが今回ばかりはやりすぎたと反省しています、皆さんの怒りと混乱のコメントの嵐に絶対0度のメンタルと言われてたスノーマンでもさすがに冷や汗、いや雪解け水が流れましたどうしたどうした、やかましいなこいつ、シャープ33はサムネイルから嫌な予感がしました、うん、いつもとは違う真っ暗なサムネイルを一目見て頭にはあの日の過ちがフラッシュバック、まさか、いやでもそんな大事ではないはずだよなと恐る恐るラジオを聞くことに、うん、ハラミンさんのハロウィン話やリオナリ夫妻のほっこりライフを聞いてるうちに不安はどこかへ消えていってしまいましたが、穏やかな時間は長くは続かず、トークはだんだんと恐れていた方向へ、うん、そしてあのエピソードが始まった、うん、荒れるチャット欄、呆れるハラミンさん、こんなの信じられないとリーダーリオナリさん、腕が震える私、
軽はずみな言動が本人の手がつけられないほど大きくなってしまうこともあるんだぞと今までに何度も聞かされていましたが、自分事だと思ったことはありませんでした。どうしたどうした。リオナレさん、今回は本当に申し訳ありませんでした。イットの上映会でおしゃべりしてスマホを見てすみませんでした。どうか腕を噛みちぎるのだけは勘弁してください。言い訳させてもらうと、私はイットと ET を間違えてたんですよ。弱ペダから自転車にはまってて、自転車が空を飛ぶ ET っていう映画をいつか見てみたいなと思ってたところにお誘いが来て、イットって ET のことかと思ったんです。それでも怖いものが大の苦手なくせにイットにのこのこ顔を出してしまって、ホラー映画だと気づいたけど意地を張って席に座り、怖さを紛らわすためにおしゃべりやスマホに逃げてました。それがどれだけリオナリさんを含め真の映画愛好家の皆さんに迷惑をかけるかも考えずに、どうせ逃げるならシアターの外に逃げるよって今なら思います。イットだけにお尻を出した子一等賞つって。リオナリさん、試写会に参加した皆さん、有村昆さん、ゲイリードベルマン監督、スティーブン・スピルバーグ監督、本当に申し訳ありませんでした。それとついでに謝っておくと、エントリーチーム説は全部嘘です。三ツ矢ごめんなさいだ、ただただおもんないお便りを送って、アイムソーリーミスターハラミ、お詫びにツイキャスやめます、孤独のエントリースノーマン。最悪だ、一番最悪な、つまりもう一番最悪な、呼ばなければよかったな。呼ばなければよかった。こんなに後悔したことはない。後悔スペシャルですね、今回は。後悔です。うわー、一番最悪な選択をしたな。ただただ後悔した。なんだよ今の、リアルなやつ。途中で止めようかと思ったわ。途中で止めてほしかったっすよ。俺も読んでて、俺ゲロ吐きそうになりました今読んでて。やばいっすよ。うわー、やっぱり嘘だったか。リアルできん。できや。本当にできんだ。違う、ボーイ。もうこいつはこんなこと送ってこなくていいから、ただ住所送ってこい。ああ、確かに。そうだよ。ね。確かにそうだね。そうだよ。荒らされましたっつって。うん。俺が出向いてやるから。確かに。出向いて、めっちゃ釣りタイトルとサムネで。サムネで。うん。そうだよ。視聴者に荒らされましたって。そうだよ。やってやる。荒らして一緒ですよ、これ。荒らした視聴者に会いに行くっていうサムネとタイトルで。荒らしてるよ、だって。荒らしてるよ、おい。お前。だってもう謝る気するじゃん、この文章。本当ですよ。もうさ、俺もう本当にさ、うん、イットのこの前回だっけ、うん、話したよね。話したね。試写会でめちゃくちゃイラだった、はい。思い出したくないぐらいいらっしゃる。そうだね、うん。思い出しちゃった。ボーイが帽子でパンってやるなんてありえないんだから、うんね。思い出したくないぐらいイライラしてんのに、うん、思い出されて、なおかつしょうもない。しょうもない。もうバカにしますよ、映画好きを。そうだよ、映画好きを。最後の有村コンとか、それ、バックトゥザ・フューチャーの、そこら辺じゃないか、ゲイリー・ブルマンとかさ。ふざけんなよ、お前。なんだ、お前行くかんな、マジで。お前、住所送ってこいよ。ふざけんなよ、お前。ふざけんなよ、お前。ね、本当に住所送ってきてほしいね。住所送ってきて。ただ、いや、俺はリアルに、あの放送が終わった直後に、俺かボーイの DM に来ると思ったんですよ。あ、来ると思った。ね、うん、どっちにしろ、うん、来なかった。嘘だったにしろ嘘じゃなかったにしろ来るかと思ったんですけど来なかったから。来なかった。で、まあ俺は結構逐一この、 あのお便り欄チェックしてるんですよ、うん、でこれが書き込まれたから、お前ふざけんなよと思って、うん、一応ピックアップはしたけど、うん、だからさっき、うん、読みますかみたいな感じだったんだ。でしょ。そうでしょ。そうだったんだ。そうだったんだよ。よかった。前半じゃなくてよかった。少なくともラジオの、そうだろ、ラジオの前半にこれ読んでたらやばかったかも、その後の展開が。そうそうなんですよ。嵐ですよ、これ。嵐ですよ。それだったらもっとさ、このさ、本当だよ。うわ、もっとこのシュガーフィックス君とか読みたかったよ。この今年の頭に立てた目標なんですかみたいな。本当だよ。いいお便りじゃんね、シュガーフィックスさんね。いいお便りだな。ね、いいお便り。もう時間も来ちゃったから読めないけどさ。最悪だ。おい、お前全ドブナーを敵に回したかんな、お前は。期待してたのに。結構期待してたよ、多分みんな。そうだよ。ね。前回あんなことになって、みたいなね。ずっとこのラジオ聞いてた人たちは、え？みたいな。こいつマジかみたいな。マジかみたいな。確かに整合性合うけど、みたいな。そう。全員がコナン君になったよ。全員がコナン君になった。コメント欄とか嘘でしょみたいになってたから。マジかみたいな。確かに衝撃ってコメントでも来てたよ。来てたよ、君。そうだよ。それはさ、行くからな。本当に会いに行く、本当に。会いに行くから。絶対住所送ってこない。絶対住所。絶対に。そうだよ、うん。住所送ってこないんだったらもう何も送ってこないでくれ。君は。いや、マジでこれは本当に。そうだよ。しかも最後、お前ツイキャスもいじりやがってよ。本当だ。お前ツイキャス、お詫びツイキャスやめますっつって。お前ツイキャス絶対やんねえだろ、お前。
一番ツイキャスやってるやつバカにしてるだろお前は。俺よりバカにしてるわ。ひでえなお前。全員傷つけたかった。ひどいな。はい。ちなみにそうだ思い出した。何？あの俺サムネ、はい、全然あの最近投稿来てないですって言うじゃないですか。うん、あのエントリースノーマンからはめちゃくちゃ来てます。はい、お前いいやつかよ。どっちなんだよおい。いやただ、はい、もう採用される気ないっす。なんでなんで。あの例えば送ってきたやつは、はい、あの俺とさきちゃんが、はい、あの俺のね個人の龍なり夫婦のチャンネルで、うん、あの結婚式の様子の動画出したんですよ、うん、そのサムネのさきちゃんの顔をハラミンさんにしてなんかしてる画像とか最悪だよお前。お前さきさんいじられるの一番嫌いなんだからな防衛はふざけんなよお前。さきさんいじんじゃねえぞ。そういうのばっかそういうのばっかそういうのばっかでも送ってきてくれるってことはありがたいですね。ありがたい。ありがたい。送ってきてくれるのはありがたい。絶対採用しねえし。採用されるとこいつ思ってないなっていうやつ。うね、もういじってますもんね。ああそう。だからまあ、その、なんていうんですか。だから最後に読みました。うん、もう、しょうも出させて。よかったよかったよかったよ。もうこっから。ね、はい。はい。というわけで、今週もこいつのあれで終わりですけど。どうしますか。ああ、読まなきゃよかった。読めなかった人は、プーは読んで、映画マナー向上委員会。ああ、ごめんなさい、映画マナー向上委員会さん。もう、ボーイに共感するお便りでした。ああ、その、私もそんな嫌ですみたいな。ああ、映画見てる。ありがとう。そう、マナー守ってほしいですみたいなお便り。あとは、シュガーフィックス君。シュガーフィックス君が、今年に掲げた目標は何ですかっていう。ああ。めっちゃいいやつだったのに最悪。本当にごめん本当に申し訳ない。俺から謝ろう本当に。いやいやボーイ悪くないよ。ボーイ何も悪くない。あと土神草もう一個ピックアップしたけど読めませんでした。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お便りフォームは概要欄にリンクがございますのでそちらから送ってください。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。というわけで MVP はいますでしょうか今日は。うん、そうだな。土神草サラダ油金玉宮に、まあ、スノーマン。俺はね、うん、なんですか。俺はね、うん、この中だったら宮ににあげたいから。最初のアンサー。いや、金玉か宮ににあげたいんですけど、うん、どっちだ？は。宮にかな。宮にか。おめでとう。うん、まあその。いろんな意味で、いろんな意味で、ね、賛否両論あると思いますけど、ハラミンさんのこう熱いところがね、うん、バーって出て、そうだ、うん、良かったなと思ったんで、ありがとう。いい意味でも悪い意味でも良かったなと思った。いい意味でも悪い意味でも、主に悪い意味で。宮城君、おめでとうございます。宮城君、おめでとうございます。はい、MVP 呼ばれた方には、後日ね、ノベルティーを、はい。もうできてるんじゃないですか。はい、うん、あ、てか、それこそ、発表か？いや、発表じゃないですけど、あれ、今日届くとかじゃなかったか。え、会社に持ってくるんですか。え、彼が持ってくるんですか。それともなんか郵送。あ、彼じゃないですよ。俺があの発注してるんで、はい、俺宛てに届いてるかな。もしかしたら届いて会社今日か、分かんない、来週かの。まあ俺はもう見てるんでね。はい、はい、いいですね、まあ、いいものができたんで、ね、いいものができたんで、ね、はい、ぜひね、はい、楽しみに待ってください。はい、はい、で、1からシャープ1からシャープ4までの MVP はちょっとお待ちください、うん、お待ちください、はい、来週あの読ませていただきます。はい、はい、すいませんね、うん、はい、というわけで来週のこと言わなくていいんですか。来週、あ、そうだ、はい、来週なんですけども、うん、ちょっと僕がね、うん、あの諸事情により金曜日に来れないんですよ。金曜日撮影してるんですけど、うん、なので、うん、僕の参加はなしか、うんうん、あの僕と村井さんがやった時のラジオみたいな感じで、うん、ハラミン村井ウィーク、あ、ハラミン村井ウィーク、まあ、村井さんもしくはゲスト、他の誰かのゲスト、他のゲストってだっていますか。しげさん、とんちゃんでしょ。村井さんですかね、うん、トンちゃん久しぶりですか。久しぶりの2ヶ月ぶりぐらい。そう、俺がだからそうね、あの旅行行ってた時だから、うん、9月頭、そうそう、2週目、うん、2ヶ月ぶりだ。そうだね、それをでお送りしようかなと、はい、思っております。だからノベルティ言えねえな、あ言えねえな、ノベルティ言えねえな。まあじゃあ再来週だ、ノベルティ、言えねえけど、うん、発送はもしかしたら来週からもうするかもしれないですね。発送しましたってその次の週に言うかもしれない。なるほど、はい、とりあえずメールはしますね。そうです、皆さん届いても絶対に写真付きでツイートしないでくださいね。あ、ツイートしちゃダメだし、うん、あの僕があの、来週、うん、まあ再来週、まあツイッターとかでも言いますけど、メール送りましたって、うん、だそのメールに返信ください絶対に。はい、はい、それをメールに返信して住所送ってもらわないと送れないんで。そうですね、はい、よろしくお願いします。あ、そうだ、うん、あ、じゃあ後でボーイに伝えるじゃん、うんうん、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、というわけで、じゃあ来週はボーイがいないということで、はい、お送りしたいと思いますので、はい
はい、じゃあよろしくね。よろしくお願いします。ですね、はい、というわけでじゃあ今週の初見にはハラミンとリオでした。ありがとうございました。さよなら。さよなら。